歌舞伎町シアターパーク2009は2009年6月に東京都新宿区歌舞伎町にて開催された芸能フェスティバル。歌舞伎町タウンマネージメント主催。新宿区が推進する誰もが安心して楽しめる街づくりへの取り組み、歌舞伎町ルネッサンスの一環として夏の歌舞伎町の風物詩の一つになりつつある芸能フェスティバル。大久保公園内に巨大テント劇場が設営され、 2007年には、デイジーが咲く街。2008年には、猫になった、漱石、吉本奈々キャンプシアター。2009年は7つの、芸能団体による、音楽劇、大衆演劇、お笑い、狂言が上演される。6月16日、6月19日から28日、上演。ミソラばり、長島茂雄、少年マガジン、鉄腕アトムのあの時代。もはや戦後ではない。 いや、まだ戦後と呼ばれた、あの時代。青くて、酸っぱくて、底抜けに明るかった、まるで青春時代のような時代の街と人々を、音楽と踊りで綴る、新宿パラダイス。7月4日に上演。第1部は、泉元屋などによる狂言公演。第2部は、歌謡ショーだった。7月8日から9日、7月10日から11日、開催。企画、制作。 社団法人漫才協会、共催、歌舞伎町タウンマネージメント7月16日から27日、開催。布施広和渾身の書き下ろしによる本物のエンターテインメントを豪華出演者の共演で送る。7月29日から8月31日開催。テレビ東京のバラエティ番組、やりすぎコージーのスピンオフ企画。ありがとうございます。